11日 DNA3X に中日、横浜イコール延長10回中日、清水達也投手が1イニングを無失点に抑えた、先発、メヒアの後を受け、1点リードの7回からマウンドへ、先頭巻きを外寄りの152キロで空振り三振、宮崎は歩かせたが、続く佐野の二遊間へのゴロに遊撃、ロドリゲスが追いつくと、二塁へ華麗なグラブトスで併殺を完成させた、 8試合連続無失点となる右腕は守りにも助けてもらいながら0点で抑えられてよかったですとコメントした。